交差点よし、はい、中心のすぐ内側からの右寄る歩行者なし、はい、回ります。おはようございます。本日も明るく楽しく元気よく健康ブロッコリーどうぞよろしくお願いいたします。ということでですね、出発をいたしましょう。ただいまのお時間6時5分でございます。交差点よし。さあ、寒いですね今日もね。大阪選手はマイナス1度ということで歩行者なし。なんでなんでそんな冷えるんやったっけ今日。なんかねすごく冷えております。今日の朝クノスの晩車通りめちゃめちゃ多ないめちゃめちゃ多いんやけど、これ なんやろな。あ、昨日が朝過ぎたから車少なかったんか。それでその晩佐野まで下っていくのねガラガラやったけど、今6時20分やろ。6時20分になってくるとやっぱし車通り多いんやなめちゃめちゃ多いわ、乗用車からトラックから。みんな朝早いな。でもこの景色好きやな。この山の稜線がさ、こう綺麗に見えるのが好きなんよ。あ、でも向こうから太陽昇ってるっていうわけよね。なんか綺麗やな。よっしゃ、ええ感じちゃう？ええ感じちゃう。6時半、6時半に岸和田乗れたね。よし、 OK です。ええ感じじゃないこれ。枚方まで行って307から山越えて納品やねんけど、よし、右速報、よし、はい、入ります。よしよし、このまま行ったら8時頃には着けそうやな。さあ、一発目の渋滞情報は三原ジャンクションから松原ジャンクション、渋滞1キロ。 OK、 ナイス。1キロだけやわ渋滞、とりあえずはね。とりあえずは1キロだけ。いいね。ここの三原でも5キロとか混んでしもたら、松原とかでね飛んでしまったらもうおしまいやから。よしよしよし、天理まで40分、吹田まで45分。今日は吹田まで45分やん。いいね。この1キロの渋滞が流れてくれそうでございますが、まあ1キロぐらいは混んどるな。この先が不安やな。ここで混んでる間にちょく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 東大阪で詰まってくれへんかったらいいんやけどな。今の5分の間でめっちゃ混んだめちゃめちゃ混んだ。吹田まで45分ってさっきより増えとるかな。じゃあさっきと同じ時間やかな。だいぶ走ってきたのにこっから45分ってめっちゃ伸びたかな。よっしゃ、順調よう来たね。順調よう来たよ。今7時半やねんけど、もう左合図。左速報、よし。はい。307にね、入っていきまーす。はい。よし、307入りました。ということで、もう残りは近いですね。もうすぐ到着でございまーす。この307ってほんま混むよね。まあ僕は逆方向やからまだ助かってるんやけどさ。お、バイク、バイク来たよ。よし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 。早く着いたものの、あかんな、あかんな、誰もおらんぞ。なぜ早く着いたのに誰もいないの、なぜなぜあーもうファミリーマートで焼き鮭買ってきた。ちょっとこれ食べようぜ。うまっ、うん、
やっぱ朝おにぎりはうまいな。うまい。うん。まだでしょうか。もう、もうただいまの時間は9時なんですが、まだでしょうか。もう、早ついてんのに。早ついてんのに、今日は早来いみたいなこと書いとったから早ついてんのに。お、そろそろ人が集まってきたか。まだやな。まだですね。早く下ろしてほしいな。たまらんね。これはたまらんわ。しゃー、納品缶の量。あっつ、タッパギリギリやで。上こんなやで。これ大げさ。これぐらい、これぐらい、うん、これぐらい、5センチぐらい、5センチぐらいしか空いてないからさ、下ろしながら荷物降りていったらどん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 上がってくるからさ、そのたんびにエア下げていったよね。よっしゃ、ほな今からはちょっとね、山を1個2個ぐらい越えて、瀬田か、まあまああの辺、石山とかあの辺からね、高速乗ろうと思います。山越えてね。へー、疲れたな。暑かったな、マジで。ちょっと疲れたな。オングリタルト片田本舗の甘みを体に掘り込みます。これミクリタルトと思っとったオングリタルトやったんやな。あの四国愛媛とか走っとったらさ、このオングリタルトって書いてるやんな。旗田本舗の店のさ、前にもさ、オングリタルトって書いてあるよね。これうまいんや。一回食べたけど忘れられない味よね。忘れられないの、忘れられないの、あの人が好きよ。なんか歌謡曲でそういう歌みたいな。間違いない耳。この道走るの久しぶりやな。307からさ、山越えて瀬田に抜ける道やねんけどさ、まあほんまはこの307ずっと行ったらね、着くんやけど、それやってしまうとこっから2時間半ぐらいかかっちゃうからさ、とりあえずは山越えて、うん、名神から高速乗ろうと思います。まあ、この道は僕の動画を昔からね、見てくださってる方はご存知かと思いますが、専属便ね、そう、滋賀の専属便行ってる時に、その草津から大東へ抜けるのにね、よく下道移動でこの道を通ってたんですけど、で、まあこの道を知ってて、とりあえずもうこの道で抜けようと思ってね、今日はね、まあ月末ということもありね、節約の日にしようと思って、そう、高速代をね、そう、トラックドライバーってさ、やっぱり節約のためにさ、下道走るわけよ。僕はね、もうそんなに走らないけど、そう、もう会社がね、高速で行けってなってきてるから、高速行かしてもらうんですけど、でもやっぱりまだまだね、うん、まあそれは運賃の関係上とか、下道をね、余儀なくされてる方もたくさんいてはるんですよ。だから国はね、制限速度を上げるやらね、パーキング金かけるやら、そういうこと言わんとやな。ほんまに一番は運賃を上げることよ、うん、で会社を潤わすことよ。で会社を潤わしたらやっぱりね、そこに給料も反映してくるわけやから、トラックドライバーになるなり手も多くなるわけよ。この人危なかったんじゃん、反対車線行ったで。だからさ、考え方、まあ人それぞれあるんやと思うで。国もね、国も国で、いやこういう風にした方がええんちゃうかって思うところもあるかもしれへんけど、でも実際走られてるドライバーさんの意見っていうのが一番率直な意見やねんから、その意見をねしっかり聞いて、まあそれを聞いてくれてんのかな、トラック G メンっていう方たちが。
まあ、はっきりとは知らんねんけど、その辺をねもっとこう考えていただければ、トラックドライバーにねなるなりでも結構多くなると思いますよ。ほんまに、なんやここ道切りだったんか、ここめっちゃ狭かったとこやのに、え、ここめっちゃ狭かったでな。あ、そうな、ここまあ狭いとこあるから嫌やなと思っとったんやけど、あらら、道が広がっとるわ。こう1年半2年ぶりぐらいに来たら道が変わっとるね。ここめっちゃ狭かったんや、この右側に見えてるところの道やってさ、結構対抗すんの難儀やったんやけど。そうなんや。あれやな、国はこういうところでは考えてくれてんやな、ちゃんとこう道を広くして走りよいようにしてくれてるわけやな。なるほどね。まあほんまに人それぞれやな、考えはな。でも国の考え方はちょっと間違ってるところはあると。さすが宇治田原町よな、お茶っ葉をいっぱい作ってる茶畑がよーけあるで。やっぱお茶はいいよね日本人。僕はほうじ茶が好きやな、ほうじ茶、緑茶、この辺りが好きやね。まぶしいぜ。宇治田原なんかな、宇治田原なんかな、どっちなんやろな。あ、ここに玉露の産地って書いてんね。宇治田原町なんかな、交差点、よし、はい、どっちなんでしょうか。よっしゃーです、しゃー、峠越えてきたよね。名神、瀬田西、瀬田東、右折って書いてあるで。いいね、久しぶりに峠越えしてきたよね。なかなかスレスレのところがあるからドキドキするけど、でもこの道は早いよね、瀬田まで抜けるのね。よし、曲がるで、気つけてよ、来てるで、対抗、よっしゃ、ナイス。しゃあ、ここはちょっと大きく振らしてくださいね。 OK、ナイス、右合図。青信号に変わってんのに直進の車が行くっていうのはおかしなことやな。交差点、よし、右に曲がります。はい、よいしょ、よいしょ、よいしょ、落石注意、凍結注意、40、追い越し、違う、はみ出し、追い越し禁止、はい、この先横断者注意。そう、ここありゃがあるもんね。何やったっけ、お寺やったっけ、神社やったっけ、なんかあるよね。あ、専属行ってた時によく見たトラックや。ほう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 、ここね、ここに一回止めてこの上のね神社行ってみたいなと思うんやけど、誕生の地、誰か分かりませんね、立ち木観音。ここの川めっちゃ綺麗からね、うん、一回トラック止めてね、この川を動画も撮ったことあるんやけど、うわ、すごいすごい、ラフティングじゃないな、カヌーかな、なんかやってるわ、この川下ってきてるわ。へえ、わ、すごいね、そんなんしてるんや。なんかオリンピックの大会とかもあるよね、この濁流の中さ、あのカヌーみたいなのに乗ってさ、キキキキキキって下っていくやつ、なんかそんなんやってた、今右側の川ね。そんなんもできるんや、楽しいね、そういう川があるっていうのがね。じゃあ高速が見えてきました。ひし形ひし形横断歩道、この横断歩道どこに渡るんと思ったら、ここ、このあのスペースだけやねん。あのスペースだけやねん、これもうずっと前から思っとったんや、どこに渡るための横断歩道なんやろうと思ったらね、ちっちゃいスペースがね今右側にあったでしょ、うん、あれに渡るための横断歩道でした。さあ近江牛松木屋の看板をずっと見ながらここまでやってきました。右合図、よっしゃー、曲がるでいい、瀬田ゴルフコース、交差点、よし、中心のすぐ内側からの右寄れ、横断歩道はなし、はい、ナイス、はい、よっしゃー、ほな瀬田から高速乗ってね、どこら辺まで行こうかな、
まで行きます。帯富士めっちゃ綺麗やん。黒丸ちゃんぽん、どこまで行く？八日市まで行く？八日市まで行って降りる、で川の横ずっと下って8号線出て行く、それとももっと向こうまで行って降りていく。でも八日市やったら1500円ぐらいで済むんじゃない？悩むよな。もうでもそこで降りようか。ほな11時着ぐらいでさ、帰りどうなんやろな。今日別に何もないっていうんやったら8号線でずっと帰っていくんやけど、その辺が分からんからね、ちょっと節約のしようがないんやけど、まあ2時か3時ぐらいまでに帰ったらええかね。そういう感じで行こうか。明日31やしな。明日こそほんまの月末やもんな。よし、孤島三山で出まーす。ちょっと初めて出るんやけど、 ETC 出口はどこなのでしょうか。うわ、雪の塊がすんげーわ。ほら雪の塊が激しいでございます。はいはい、こっちね、こっちね。必ず一旦停止。あ、まだ上げんでよかったな。はい、よっしゃーです。2130円、国道307の方に行くな。はい、はい、ナス。すごいな、雪残りまくってるやん。雪合戦できるで、これは間違いなく。不動産だもん。はい、帰りあれやな、307から帰ろうか。ね、名阪通って帰ろうか。国スポ、小スポ、ドッグラン。あ、これドッグランなん。いいやん、いいやん、いいやん、ドッグラン。右アイス。うわ、お寺いっぱいあんねんな。もうすぐいつもの納品先に到着でございます。新幹線来なかったね。尼子駅でーすと。踏切よし。はい、 OK です。よっしゃー。この辺はあれやな、人なし、歩行者なし。はい、雪少なかったね。やっぱ307の周りはごっつい雪やったけど、ごっつい雪って言っても道にはないけどね、道にはないけどさ、こっちの方がぬくいんやな。ちょっとの差なんやろうけどな。うわ、すっげえな、奥に見えてる伊吹さんさ。あ、伊吹さんが雪かぶってんのは初めて見たかも。すっげえや、あんな風になんねや伊吹さんって。いやいや、納品感乗るよということで、ただいまより帰路に着きたいと思います。そう、節約で帰ろう。307からね、中はチュチュッと抜けて紙付けから乗ってね、帰ろうかなと思っております。よし、307です。右合図、右速報、よし。はい、やっぱこの辺の方が雪多いような気するわ。交差点よし。はい、中心のすぐ内側からの右折れということで曲がります。ここは金谷らしいね。おお、なるほどね。今打とうとしとったけど、うって起きたかもしれへんな。さあ行きましょう。おお、でもあれやな、気温11度もあるらしいな。だから窓開けてでも気持ちいいんかな。でもこの雪の時の冷たさがこうあるんやけどね。西明寺、西明寺、西明寺やな。日本一の豆腐とか書いてるところやね。一回食べてみたいやな。校舎なし。はい、でここやったっけな、なんか日本一の豆腐、あ、
あ、ここや、日本一美味しい豆腐や。試食販売してるらしいで。お豆腐っていいよね。最近お豆腐食べてないな。いいよねとか言いながら全然食べてないんやけどさ、食べたいよね。まあ、お豆腐めっちゃ安いもんな。70円くらいとかで売ってる時あるもんね。あれはちょっとその値段の価格がどうなってるかわかんないけど、あんなところに人歩いてるわ。高速道路の点検してんやな。怖いな。皆様と共にこの雪景色を見れたことを嬉しく思います。お、ここか。ラーメンショップ椿、え、うまい、愛称店。あ、ここやな。なんかさ、TikTok をやってはりますよね。そう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 、それで見たんよ。お金があったら来ます。お金を貯めてから来ます。600円か700円か800円か1000円持ってきたいな。1000円貯まったら来ます。よし、そういうとこ。やっぱこの307って昔からそうやけどね、こうやってトラックがようけ通るんよね。やっぱし高速代浮かしてるドライバーさんってめちゃめちゃおるわけよね。だってもう普通にトラックいっぱい通るもん。いやー、国よ、もっと考えようぜ。お国の偉いさん方、そんなふかふかのソファーに座ってさ、笑いながらヘヘヘ言うて答弁せんと、もっと親身になってやろうぜ。まあ中にはな、やってる人もおるんやろうけど、なんかやってないような気してしゃあないな。まあでも頑張ってる人は頑張ってんやろな。おお、懐かしいな、ここのラブリーなホテル。すごいとこにあるなぁと思っとったんよな。なんか一軒家みたいな感じなんよね、ここね。ほんまに、ほんまにね、いろいろと物事考えてほしいよな。あれ、ここやったっけ、曲がんの。これやった、これでしたっけね。なんかこれの予感がするぞ。これやな、だってここでトラック曲がるし、ここからようトラック曲がってくるから。あ、そう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 、深山口なんて読むか知らんねんけど、そう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 、交差点よし、巻き込みよし、はい、曲がりまーす。宮山口って言うやって、ずっと深山口やと思ってた。間違えてました。そう、思い出してきたよ。で、チュッ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 って行くんやな。ほな、上次から抜けれんよな。この前のトラックも行ってくれたらええんやけどな。これでさ、18の時にさ、トラック初めて乗った時、新潟、え、あれ新潟やったかな、まああの辺配達行ってさ、で、地図もなんもなくて、18、ほんま地図もなんもなくてさ、前に泉ナンバーか大阪ナンバーか何はナンバーか、その大阪のあたりのさ、ナンバープレート走っとったから、そのトラックについて行ったら東京行ったよね。え、東京やん、ここと。大阪帰りたかったのにみたいな。懐かしいよな、あの頃が。もうでも18の時とか無茶したよね。何の地図も持たんと配達行って、よう配達しとったよな。なんか消防署とかさ、その辺の近辺の佐川とかさ、黒猫とかさ、そういう大手の何宅配とかやってる会社のとこにさ、すいません、ここ行きたいんですけど、どこですかねって聞きに行ったりもしたもんな。今じゃ考えれんよな。まあ時代の進歩っていうのもすごいよね。ナビゲーションができて、どんどん時代は進歩してるんやけど、昔そんなんでようやっとったなと思うわ。これ今前に交差してる道が国道1号線ですね。国道1号線も滋賀県に入ってくるとね、片側1車線のなんていうん、普通の道なんやけど、さすが国道1号線、車通り多いよ。
右側方よし、あれやな、なんやかんやで結構覚えてるもんなんやな。交差点よし、対向よし、はい、曲がりまーす。いや、車内っす。まあ、なんやかんやで道覚えてるわ。もう長いこと、ほんまに長いこと通ってないのにな。これ、新名神の下ですね。ひし形、ひし形、横断歩道、下だし。土山のところよ。あ、違うわ、甲賀か。まあ、甲賀、土山か。結構覚えてるもんやね。はい、名阪国道が見えてまいりました。 OK、 ナイス。さあ、予定通りやっぱり鹿島まで帰ってまいりましたね。よし、財布の中を探して、ほんまなら500円の唐揚げ弁当を買いたいところやねんけども、やっぱりそこを我慢いたしまして、皆様からの差し入れ品カップラーメンをいただきたいと思います。よっしゃ、今日は何にしようかぬんと。今日のカップ麺はよいしょ、いたーいたーいたー。やっさん食べてもった今日ちゃうで、今日ちゃうで食べたん、昨日やね。昨日食べてもだね。肉野菜炒めラーメンにしよう。よし、これにするわ。肉野菜炒めラーメン、ええや。冷凍してた八天堂クリームパン、これ昨日1個食べへんかったんよ。あんバターの方ね、先にいただこう。うわ、激しいで、激しいで。誰がハゲやん。うん、まっ、うん、まっ。昨日のさ、ホイップとさ、カスタードのやつはなんかある甘みを抑えてるんか知らんけど、あの薄さでちょうどよかった。で、今日のやつはさ、このパンの分厚さとあんこがちょうど合う。うん、あざとい、あざとかった。エバラ焼肉の味って言ってな、黄金の味宣伝やっとったよな。いただきます。ちょっと待ちすぎたから78度ぐらい、いや95度ぐらいか。うんまっ、うん、うまいわ。やっぱこのラーメンはさ、この黄色い麺が好きなんよ。なんかちょっと黄色っぽい麺、こういう麺が好きやねん。さっき甘い刺激を味わってるから、やっぱ甘辛セットってあるだけごっつい納得できるわ。うん、最高。じゃあしばしご飯タイムをさせていただきます。うん、ビビ、お腹いっぱいになりました。山ちゃん&やすさんの差し入れ品でお腹がいっぱいでございます。ありがとうございます。帰ってまいりました。大阪泉州へ。まだか、左側方よし。まだこの辺は河内か。
よし、浜田に入りまーす。いいね、西名阪と阪和道しか使わずに帰ってこれたよね。最高でございます。さあ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 、今日の予定どうなんやろな。右速報よし、はい、寄りまーす。よっしゃ、まだ連絡がないんやけどね。今1時50分なんやけど、まあまあそのうちあるでしょう。うん、このまま会社に帰ろうじゃないか。うわ、ここどうしたん？何もなくなったやん。建物がなくなっちゃったよ。さら地になったよ。いろいろ何かを変えようとしてるんやな。うん、いいね。娯楽施設に行って思いっきり遊びたいよね。スポッチャ行きたいね。スポッチャめちゃめちゃスポッチャ行きたいね。スポッチャ行ってなんか体動かしたいねんな。誰か付き合ってくれへんかな、スポッチャ行くの。バンジージャンプはいいなんで。よっしゃー、お疲れ様でございます。さあ積み込み完了ですよ。っていうか僕は何も積んでないですけど、明日は朝一関西空港からね、荷物を積んで奈良の方へ行くらしいです。さあ、まだ分かれへんねんけどね、関空からの荷物やから。まあ到着し次第やから、到着せえへんかったらないんですけど、そうだから今日はねちょっと空車で帰りまーすからなんですよね。よっしゃー、じゃあ本日もご視聴ありがとうございました。それではまた皆様、明日もお会いいたしましょう。おおきに。